はい、どうもにまらです。現在いる場所はこちらのパリの最北端になります。ここから斜めにこの最南端までファストトラベルを使わずに走ってどれぐらいで着けるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。で、基本的なルールとして、なるべく建物などには登らない、あと危険地域には入らないというのを挙げながらやっていきたいと思います。それじゃあ早速スタート。いやー、これは地味な検証になりそうですね。どうしても建物に登らないといけないときはもう登っちゃいます。なるべく登らないっていう感じで、なるべく下道を走って走って、あと敵とは戦わずに、こういうのももう無視しますね。もうこれは飛び越える、もうしょうがない。なるべく最短距離を走っていきたいのか。うわー、これは時間ロスだわ。だいぶ邪魔。でももう 200m 走っとるじゃん。割とすぐにつけそうじゃな。もうこういうのも無視だわ、無視。今どんぐらい、まだでももうだいぶ走ったんだね。こういう巨大な建物あるとこは厄介じゃな。ここ通り抜けれるか。よっしゃ、通り抜けれた。よいしょ、通り抜けできるか。通り抜けできない、タイムロス。ここも通り抜けできる。うわ、厄介じゃな、厄介。こうなったらもうしょうがねえ、こうなったらもう登るしかねえ。もうしょうがない、これは。ちょっといいか。はい、ムシムシ。うわ、こういうタイムロスが痛いな。大体これは目安ってことでね。これスタミナがないのがいいね、このゲーム。いいね、ここはスイスイいけるわ。ちょっとここら辺で曲がっとこうか。ちょっとは南に進んどかんとな。っていうか今どっちの方角向いとんか分からんけど、南かこっちが。地道じゃな。どっかで川渡らんといけんよな。ここらで渡っとくか。よいしょ、今どんぐらい、半分ぐらいいった。でもほどほどに半分じゃな。お、パレード読めれん。もうでも3分経ったな。こっから川沿い走っとけへんかな。あんまり下道調べてないけね。やっと半分ってとこか。長いな。
どうだ、こう渡れるか。取れる取れる。ここも渡っとった方がいいんか。よし、どうだ、あと500。ああ登るな。あ、やばい、手がR に押してる、手が疲れてきた。ああ、怖いタイトを持っていたよ。手が疲れてきた。R に押してる、手が疲れてきた。あ、指が疲れる。ああ、ぶね。今こうとっさに中指で R に押すっていう起点を利かして、なんとか回復しております。人差し指を。まだか？まだなのか？あ、でももうそろそろか。うわ、邪魔邪魔邪魔。あー、クソ、こっちはダメだ。やっべ、タイムロス。お、バカ。何してんだよ。もういい、しょうがねえ。こうなったらしょうがねえ。こうなったらしょうがねえ。でもまあ一応降りとこう。泥棒も無視だ今は。今、あ、もう7分も経ってる。やばい、危険地帯。ここも無視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 。あー、 100m 切った。もうちょっと。お、これどうすりゃいい、どうすりゃいい。こっちだ。ちょっと入るけど。よいしょ。もうちょいもうちょい。もうちょい。よっしゃ。ゴール。はい。時間は7分50秒。まあ、約8分。というわけで、パリをマラソンで横断するのに約8分かかるという検証結果でした。それでは。